あ、見たことない人間がいる。ボケーっとしてて、いかにも油断してるって感じだし、脅かしちゃおーっと。びっくりした？あなたの持ってたこの、鉄の糸、みたいなの？いきなり動き出してびっくりしたでしょ。私はカナ。いわゆるポルターガイストなの。だから、手を使わずに、物を動かしたりできるんだよ。まあ、幻想郷の住人は割と誰だって似たようなことができるんだけどね。で、どうしたの？誰もいない白霊の神社なんかで。ちなみに私は、ここに住んでるの。神社に住んでる霊って、なんかいいでしょ？巫女は、どこか行ってるみたいだね。どこだろう。魔法使いか誰かの家に行ってるのか、私が知らない異変が、どこかで起きてるのか。まあ、数日待ってみたら帰ってくるんじゃない？どうしたの？さっきからずっと私のことを見て。そんなにポルターガイストが不思議？ああ、そっか。女の子なのに身長でっかいな。おまけにスタイルもいいな、とか、見とれてるんでしょ。こう見えて、ポルターガイストとしては結構お姉さんなんだよね。楽団をやってる姉妹がいたりするけど、彼女たちも私からしたら、まだまだひよっこだよ。でも最近は、物が動いたぐらいでびっくりする人はいないし、私も音楽ぐらいやるべきかな、とか思ってるんだけどね。ん？そんな雑談はどうでもいいから、困ってるの？そっか。いきなりこっちに来ちゃったんだね。それで、巫女に元の世界に戻してもらいたくて、ここに来たわけね。じゃあ、あちこち動き回らずに、ここにいた方がいいと思うよ。あんまり離れたとこに行くと、たちの悪い妖怪がいるかもしれないからね。もう、たちの悪いポルターガイストに脅かされたとこ？もう、いつまでも根に持たないでよ。お詫びに時間つぶしに付き合ってあげるから。実は最近身につけた人間を驚かせる必殺技があるんだよね。それをあなたに試しちゃうんだから。さ、この耳かき棒。人間って耳かきが好きなんでしょ？で、私があまりに気持ちいい耳かきをしちゃったら、絶対に人間は驚いちゃうってわけ。完璧な作戦でしょ？というわけで、付き合ってよ。遠慮しなくていいから。脅かしちゃったお詫びなんだから。ね。というか、私から逃げようとしたら、あなたのこと。食べちゃうかもしれないよ。ポルターガイストは、幽霊の中でもつまらない、低級の存在って言われがちだけど、妖怪と戦う力を持たない人間くらい、簡単に好きにしちゃえるんだから。そんなのは嫌だよね。それじゃ、耳かけ始めよう。ほら、膝枕してもらえると安心しちゃうでしょ。このまま優しく耳かきしてあげるからね。なんかいい感じ。実際に人間に試すのは初めてだから。
した顔しちゃってるね。どうやら人間に耳かきが効果抜群だったのは本当だったみたい。このままとことん耳かきしちゃってトロットロにしちゃおうかな。そのままパクッて。ねえ、食べられたくないなら外の話いっぱい聞かせて。そしたら何もしないからね。毎日やることもなくて暇なんだもん。してたんだ。でもそれって楽しいの？毎日同じようなことばっかり繰り返して、それって私みたいに何もしてないのよりずっと退屈だと思うけどな。外の世界ってそんなに忙しいの？なんか辛そうだね。辛い気持ちを味わうのは嫌でしょ。外に出ることなんて考えずにここにずっといれば幸せなんじゃない？早速だけど私あなたのこと気に入っちゃったんだよね。ずーっと一緒にいようよ。毎日私と楽しいことしよう。あなたとなら私きっと退屈しなくて済むと思うな。もう耳かきは嬉しいのに私といるのは嫌なの？そんな態度取っちゃうんだ。やっぱり私あなたのこと食べちゃおっかな。だってそうだよね、私はあなたといたいのにあなたはそうじゃないんだもん。ならあなたの意思は関係なく一緒にいられるようになればいいよね。あなたはまだここがよくわかってないようだから教えてあげる。外の世界でどうか知らないけど、この幻想郷では人間なんていうのはね、ピラミッドの一番下なの。ただの人間はちょっと力のある妖精にも勝てない。妖精に出会ったら命乞いしてなんとか許してもらうか食べられるしかないの。それであなたは命乞いをしないみたいだから、選択肢は一つだけよね。大丈夫大丈夫、私は痛いことなんてしないから。耳かきされてる今の気持ちと一緒、心
地いい気持ちのまま一瞬で食べてあげるから、幸せな永遠の眠りを味わえるわ。おやすみなさい。この気持ちのまま幸せになって、なんてびっくりした。なかなか私迫真の演技だったでしょ。私人間を襲うような悪い妖怪じゃないんだから。むしろ人間は友達なの。また驚かしちゃってごめんなさい。そのお詫びにしっかり耳かきするからね。これで許してお願い。じゃあこっちのお耳はこれでおしまい。ずいぶんとすっきりしたんじゃない？怖かったかもしれないけど、そこからの解放感でもっと気持ちよくなれたでしょ？バッチリみたいでよかった。それじゃあ次は反対のお耳ね。さあ始めるよ。覚悟しててね。そんないいお顔。さっき言ったこと覚えてる？外の世界が大変なだけでこっちにいた方が幸せかもって思ってるのは本心からだよ。どうしてそんなに帰りたいって思うの？確かに故郷に帰れないのは寂しいかもだけど、うまくやればこっちの方が住みやすそうなのに。ここは人里から離れてるけど、しばらく行けば人間の里があるし、妖怪退治をしてる人間も結構いるんだよ。そういう人を頼って自分の家も建てて暮らせば私も会いに行けるし、いいと思うんだけどな。それでもやっぱり帰りたいの？人間の気持ちって難しいな。でも前にも、人間は無駄を楽しんだりわざと難しいことをしたりする生き物だって言ってる人がいたな。楽な方楽な方に流れていけばいいのに。ほんと人間って不思議。
になる。これも外の世界のものらしいよね。隙間妖怪が気まぐれにくれたの。道路標識って言うんだっけ。見た目がカラフルで面白いからお気に入りなの。前まではこっちの人間に見せると驚いてくれたから役に立ってたんだけどね。もう慣れられちゃった。そっか、あなたにとっては自分の故郷を思い出せるものなんだ。ところでこれってどうやって使うものなの？鉄でできてるし、そこそこ鋭いし、やっぱり斧みたいに使うの？何笑ってるの？そんな悪い人はやっぱり食べちゃおうかな。それともこれでドカバキ殴っちゃう？割と痛いと思うよ。冗談だよ、本気にしないで。そっか、道路標識は道路にあって車に乗ってる人が見るものなんだね。これを見て何が嬉しいのかわかんないけど、外の人間は感性が違うのかな。そういうとこも面白いな。あなたはミコが戻ってきたら外の世界に帰っちゃうんでしょ。ほとんどの幻想郷の住人はあなたを知らないし、私もミコもそう遠くないうちに忘れちゃうと思うの。だから忘れないように何かあなたがいた証拠を残してくれないかな。私あなたを気に入ってるのは本当なんだよ。だから忘れたくないの。そっか、その鉄の板は大事なものなんだ。あ、なんか色がついた。それでどうするの？今のでこの中に私の姿が残ったの。すごいね。外の世界に魔法はないらしいのに魔法みたいって、すごいけどそれじゃあ私の方には何も残らないよ。この糸についてるのくれるの？ストラップって言うんだ。かわいい鳥さんの形。私、鳥さんって大好きなの。これで絶対、あなたが帰っても忘れないね。この鳥さんは大事にして、絶対になくさないからね。あなたも私の写真？うん、大事にしてね。毎日語りかけてくれていいよ。私も鳥さんにそうするから。じゃあこれでおしまい。
耳かき終わっちゃったね。まだあなたとお別れなわけじゃないけど、ちょっと寂しくなっちゃった。約束してくれてありがとう。じゃあ、巫女が帰ってくるまでこうして一緒にいよっか。いっそ巫女がこのまま帰ってこなければいいんだけど。でもそれじゃあなたが困っちゃうよね。またいつかあなたと会えるといいな。いつまでも私と幻想郷は。